はい、どうもこんばんは、キヤカです。今回はですね、モンスターハンターワールドアイスボーンの序盤モンスターの攻略動画、前回ブラントドスに引き続き、まあ、その次に戦うバフバロの攻略動画になります。スキル今載せてるんですけど、今回はね、前回とほぼほぼ一緒の装備構成で、属性やられを抜いて、今回はボマースキルをね積んできています。っていうのも、このバフバロっていうモンスターは、まあ、頻繁に、ね、結構突進をしてくるんですけど、こうやってオータル爆弾を置いて待っとくだけで勝手にね爆破してダメージを受けてくれるんで、まあ、比較的安全に戦いたいなっていう方にね、結構この爆弾戦法おすすめです。まあまあ、ね、ダメージ稼げますし、ボマースキル使えばまあ、一発結構なダメージ入ります。でなおかつ攻撃武器も爆破属性にしてバンバン300の固定ダメージ入れてるんで、まあ割とね、なんだろう、比較的火力の低い武器でも倒しやすいかなと思います。ちなみにバフバロは弱点が頭なんで、頭を積極的に狙うといいです。でこいつも状態異常の爆破弱点で、なおかつ気絶しやすいモンスターなんですよ。なのでこの例えば片手剣だと盾を使った攻撃だとか、あとハンマーによる、まあ、スタン落ちを含む攻撃っていうのがすごい弱点になるので、頭をねビシビシ積極的に狙っていくことをおすすめします。まあ割とそういうスタンも取れるし、頭狙うからすごい疲れやすいし、単純に弱点だからあのダメージも通るし、でこの角が折れたらね、結構比較的に、なんだろう、多分若干攻撃力とか下がるんですよ。なんでね、ぜひともどんどん頭を狙って積極的に戦っていただきたい。ただまあ結構前方に広範囲の攻撃が多いんで、突進とか割とね範囲広いし、ホーミング性能も割りかし強いんで、そこはご注意くださいっていう感じですね。あと今さっきの尻尾の回転攻撃とかはちょっと動きがのろい分、回避フレーム回避がしづらいんで、しっかりこう距離を取って避けるか、まあ、無理せずにもうガードすることをねおすすめします。立ち回りとしてはとりあえず頭を殴って、予備動作結構大きいんで、予備動作見えたら後ろか横に引く、とりあえず距離を取るっていうことを意識した方がいいと思います。フレーム回避狙わずにで距離取るのが重要かなと思います。であとはまあ突進のタイミングになったらオータル爆弾を設置っていう流れでね、結構比較的まあ安全というかね、楽に倒せるモンスターなんで、まあ慣れるまでちょっとなんだろうな、突進やっぱホーミング精度の強い突進って慣れてない人からすると結構面倒だと思うんですけど、まあ、その爆弾を置く戦法だとかしっかり距離を取るっていうことをね頭に置いておけば、それほど難しいモンスターではないと思います。ちなみにバッファロー本当に気絶しやすくて、マルチで片手剣で行ったんですけど、フォールバッシュバンバン当てまくったら多分2回か3回ぐらい普通にスタン取れたんですよね、片手剣でもマルチでも。マルチちなみに2人用の体力の時です。なんでね、本当に何だろう、1人ハンマーがいると、まあハンマーがちょっと今作使ってないんでどんぐらいスタン取れるのか分かんないですけど、何だろう、結構そのスタンによる拘束時間を取れるかもしれないですね。ちなみにこいつ結構頭の位置が低いんで、片手剣でもね簡単に頭を攻撃できるんで、まあ、スタン狙ってなくても、まあ、単純にその弱点を狙うっていう意味で頭バシバシ狙えるんで、まあ、なんだろうな、武器種を選ばないモンスターかなと思います。あとさっきさりげなくやったんですけど、回復薬とかをね飲むときに、その場でしゃがんで飲むとちょっと飲むスピード上がるんで、まあ、ぜひねちょっと余裕があるときは回復薬しゃがんで飲んでみてください。ただ個人的に自分はまあ基本的に飛躍ガブ飲みするんで、ショートカットでね、まあ、アイテムちょっともったいないですけど、植生研究所で、まあ、マンドラゴラとか、フィッシュチューとかねたくさん育てとけば、飛躍1クエスト中にまあ10個20個飲んでもね、そんなこう枯渇することないんで、まあ、飛躍で一口パクってね回復する方がおすすめです。まあ、全開するしね。まあ、なんで余裕があれば食性をちゃんと調整しつつ飛躍がぶ飲みをした方がいいと思ってます。まあ、ただちょっとでも節約したいっていう方は回復グレート飲むときに余裕があればしゃがんで飲んでみてください。あと足を狙ってると、まあ、結構ね転びやすいモンスターでも多分あるのかな。結構ね
足バーって集中砲火してるとね頻繁に転ぶんで、その時にもうめちゃくちゃ頭を集中砲火して、足攻撃で転ばせてからのスタンを取るっていう戦法も割かし使えるんで、まあ頭を元から集中砲火しておくか、足を狙って転ばす戦法で行くのかはね、割とこうまあ一人で行く時だったら、まあ、頭狙った方が正直早いと思います。フレンドとかと行く時はね、足集中砲火してその拘束時間をたくさん取る方がもしかしたら強いかもしれないですね。まあそこら辺はまあフレンドとやる方はフレンドとご相談くださいって感じかな。ちなみにこいつ頭にクラッチクローでしがみついて、まあ傷つけた方が絶対いいんですけど、シンプルに肉質が柔らかくなってダメージ取るんで、こいつがクラッチクローで落とすスリンガーの弾が粘着石って言って、頭にその粘着石を当てると普通の攻撃にスタン値がつくようになるんですけど、それ使うとね余計にスタンプラス1回ぐらいは簡単に取れるんで、まあ積極的にクラッチクローを狙うのと一緒に、なんていうんですかね、まあその粘着石でさらにスタンを取るっていうのもね、ちょっと意識して狙ってみてください。まあ、本当スタン取れるかどうかですごいこう狩りの楽しさ変わってくるんで、バフバロはもうスタンバシバシってると本当に楽しいんでね、まあおすすめです。まあバフバロは本当それ以外は特に気をつけることはあんまりないですけど、あ一応言い忘れてましたけど、こいつも氷属性やられにしてくるので、まあただ属性やられ耐性をのスキルをねつけるほどでもないので、まあどっちかっていうとこいつは本当にね打ち消しの実を一応持ってっとくぐらいでいいかなと思います。まあバフバロ対策はそのぐらいですかね。まあ次回もねまた序盤、まだ全然序盤の方なんで、次のモンスターの動画も出したいと思いますので、よければご視聴ください。